佳子さまは午前10時半ごろ昭和天皇と香淳皇后の陵墓をそれぞれ参拝されました。佳子さまは1日から10日までの日程でペルーを訪問し、日本との外交関係樹立150周年の記念式典に出席したことなどを報告されました。ボルアルテ大統領を表敬訪問した際には天皇皇后両陛下から預かったメッセージを口頭で伝えられています。